ペルー空軍ペルー空軍はペルーの空軍。1929年5月20日に陸軍と海軍の航空機部隊を統合しペルー飛行部隊が組織された。1933年のコロンビアペルー戦争でオーニユーコルセアとカーチス F11 ホークを用いてアマゾンでコロンビア軍と交戦した。この際3機を失う。1936年3月12日には ペルー航空部隊に改編された。1941年のエクアドルペルー戦争に参加。マヌエル・オドリーア大統領政権下において再編成され、1950年7月18日に空軍として独立した。1970年代から1980年代初期にかけてソビエト連邦製の航空機を多数導入する。 1982年のフォークランド紛争ではアルゼンチンに協力し10機のミラージュコピーをアルゼンチン空軍に移管した。1980年代後半の経済危機により空軍予算は縮小することとなる。1995年のセネパ紛争ではエクアドル軍との交戦により航空機、ヘリコプターを9機失った。この紛争後の1996年に ペルー空軍は、ミグ -29 を、1998年には、スマイナス25を導入し、21世紀を迎えた。空軍総司令官の下、以下の職位、組織がある。2007年時点で、現役兵総員1万5000人。固定翼機ミグ -29 スマイナス25、海底翼機。ありがとうございます。